二階堂酒造有限会社とは、大分県早見郡肘町に本社を置く、麦醸駐を中心とした種類醸造会社である。大分麦醸駐の代表的なメーカーである。1866年に、吉和也をや親号とする二階堂酒造場として創業。名酒、浅地酒を製造するが、第二次世界大戦中に、原料不足のため休業を余儀なくされる。 1949年に焼酎製造に転じて営業を再開。1964年に組織を現在の二階堂酒造有限会社に改めた。1973年には麦100%の麦焼酎を開発し、1974年に発売開始。日本の全国的なブームの一端を担った。 2014年の売上高は164億円で日本の焼酎メーカー全体で5位。1987年より放送が始まった哀愁とのスタルジーを誘う芸術性が高いテレビコマーシャルなどの広告が有名。メセナ活動として1994年に創業の地である肘町に日本が専門美術館の二階堂美術館を開設し横山大館、河井局道。 菱田俊総、上村松園、山口宝春、株木清方、安田幸彦、奥村と牛、福田平八郎らの作品約850点を所蔵、展示している。またスポーツについてはチャレンジ。大分国体、別府大分毎日マラソン、シティマラソン福岡等の九州地方で開催される、多数のアマチュアスポーツの大会のスポンサーになっている。他大分県に本拠を置く。 スポーツチームについても、日本フットサルリーグバサジー大分のユニフォームスポンサーになっているとともに J リーグ、大分とリニータのホームグラウンドである、九州石油ドームに看板を出している。二階堂基地46提供テロップは、大分麦、儀、常駐二階堂である。二階堂酒造遠隔、帝国データバンク2014年、小酎メーカー売上高ランキング。 2015年11月21日閲覧、二階堂美術館、チャレンジ、大分国体、オフィシャルサポーター大会要項バサジー大分、バシャージ大分、オフィシャルサイトリンク、ありがとうございます。